林ヒロシの敵。はっはっ、ね、世間体、これははい、私はもう子供の頃から親から世間体世間体という言葉をまあ身にたくまできるほど聞かされて育ったもんですから、いまだにこの世間体という言葉を聞くと虫唾が走るというか、生理的な嫌悪感を覚えますね。母はいつも世間体という言葉を使いました。世間が笑う、世間が許さないというような言い方ですね。でこの世間体というのはどういうことかというと、結局はね、世間という尺度の中で自分の生き様を決めていくということなんです。で価値観も世間体というレベルでものを考えていくということですから、言い換えますと自分がないわけですね。自分というものがないわけです。でこれは一度ね、世間というものを気にし始めますとね、ずっと世間体というものを気にするようになりますから、まあ世間というものは気にしない方がいいと言いながらも気にしちゃう部分もありますけどね、気にしない方がいいですね。で結局ね、生きる美しさっていうか、私たちがなんで生きてるかっていうと、そのドラマに価値があるわけですね。今織りなしてる、今こうして頑張ってるこのドラマに意味があるわけです。でその生きる美しさっていうのは、いかにその人がその人らしい人生を送ってるかで決まるわけです。その人らしい人生ですよ。世間の中に埋没していて世間通俗的になることは、これは美しいとは私は思いませんね。ただの人ですね。ハイデガーが言ったただの人ですね。で世間の中で生きる人はですね、そういうその美しさってものないばかりかですね、皮肉なことから見てね、皮肉なことにですよ、旗から見てそれほどまた見苦しい人生もないんですね。でこれはまあ、先ほど言いましたように、母が使っている言葉、世間が笑う、世間体が悪い、世間が許さないって言って、まあ、その、なんて言いますか、世間を気にするっていうのは、まあ、どこに原点、ルーツがあるかって、やっぱり江戸時代に戻っていくんですね。江戸時代という時代はですね、例えば、着る着物の色も、まあ、身分によって決まってたんですね、あれ。商人は紺系統であり、公人、ね、は茶系統であるとかって決まってまして、その色を外すことはできなかったんですね。だから細かいところでおしゃれをしたってことは分かりますけども、そういうその世間と同じことをしていれば安全である、安心である。しかし世間からずれたこと、外れたことをすると、武士がやってきてシュバッと切り捨てられると。まあそこまでひどくはなかったんでしょうけども、そういうその世間という、いわゆるその尺度といいますか、規範があったわけです。ですから、この世間というものは、そういう、その時代には、それなりの、その生きる知恵といいますかね、としては意味があったんでしょうけども、しかしそれ以上の意味はないですね。それがずっと尾を引いて、その、現在まで来ているということなんです。で、皆さんはですね、その江戸時代が今に生きてるのなんて思うかもしれませんけども、私今61歳ですけどね、江戸時代なんて時代はですよ、私の2倍の昔だけですから、120年も昔行ったらもう江戸時代ですからね、ちょうど。ですから、若い人はそんなことには思わないですよね。しかし、今現在80歳の人から見れば、ね、たった120年前なんていうのは、ほんのちょっと手が届く昔なんですよ。私61歳ですから、江戸時代という時代はですね、ちょうど今の2倍昔だけですからね、私の人生の。で、私の人生61年間ありましたけど、あっという間に過ぎたでしょ。で、あっという間のあった、まあ、それたった2つ昔前が江戸時代ですから。ですから、そんなに昔には思えなくなってくるんですよ。皆さんもだんだん年を取れば取るほど、過去というのはどんどん近づいてきますから。ですから、江戸時代が今に残ってるっていう話をしますと、私若い時だったらそんなバカなと思ったでしょう。しかし今の私はね、今でも江戸時代残ってるなぁなんて言ってもね、自分自身抵抗を感じませんね。あちこちに残ってますから。それこそ80歳、70歳のおじいちゃんおばあちゃん見れば、ああ、この人は江戸時代のままだなんていくらでもいますからね。要するにこの世間体というものの考え方っていうの、ルーツっていうのはその辺から発生していると思うんです。そして世間の中で生きていくわけですね。まあ、しかしこれは子供の世界まで入ってくると厄介なことになるんです。ある女の子はですね、ある高校に決まったんですけども、毎朝お母さんが車で駅まで連れて行きましたね。理由は簡単なんですよ。制服を近所の人に見られるのが嫌だからという理由なんですね。あるいは別の女の子は駅前のどっかでですね、毎日制服を着替えて学校へ通ったというケースもありますね。
しかし大変なエネルギーと神経使うんですけどね、そんなことやると。今から 3,40 年前にはそんな話もよちらほらと聞くぐらい多かったですよ。世間を気にする人っていうのはそこまで気にするんだ。あるいはあるドクターのお嬢さんですけども、ちょっとしたその精神に病を持たれたんですね。そうしましたら、この地元のね、病院では恥ずかしいという理由で、隣の町の病院へ通ってましたですね。そういうケースは多いですよ。あるいは別のあるお母さんはですね、どうしてもうちの子は、この浜松市内でも S1 番のね、超難関校を受験させてみたいというんですよ。絶対無理なんですよ。100% 落ちるんですよ。分かりきったことなんですよ。だけど、そのお母さんはどうしてもそこを受けさせてみたいというんですね。で、理由を聞きましたら、こういったですね、一応そこを受けて滑ったことにして、そしてまあ当時はですね、私立の学校というのは受け皿的な学校が多かったもんですから、その滑った子供をですね、公立高校を滑った子供を受け皿として受ける、今は逆転しましたけどね、そういう高校としてあったもんですから、いきなりその私立高校を目指して、その一次志望で入るんじゃなくて、一度、まあ、S 高校をね、受験して、そしてそこで落ちたという形を作ってから、その、私立高校へ行きたいと。いわゆるその、形を作っておきたいというんですね。まあ、そういうその、お母さんでもいらない。じゃあ、みんなこの共通しているのは何かというと、世間体なんですね。世間の目なんですね。誰もそんな気にしちゃいませんよって言いたいんですけども、まあ、その、住む世界が狭い人ほど、世間体を気にするわけです。自分が世界の中心でこの舞台でですね、踊ってるかのような、そういう錯覚を覚えるんでしょうかね。そしてその世間が自分に注目してるんだというふうに思い込むんでしょうね。そしてその中で自分の人生観、哲学、生き様というものを熟成といいますか固めていくんですね。そしてやがて世間世間世間という言葉を使うようになるわけです。ですから私ある時母に言ったことあるんですよ。母ちゃんってお前なっていつも世間世間世間って言うけども、世間が何をしてくれるんだって、助けてくれるのかって、1円でも出してくれるのかと。そうしたら世間の言うこと聞けばいいけども、なんで世間の言うことなんか、あれ世間なんか気にしていけなきゃいけねえんだとっていうようなことを言った僕は覚えがありますよ。おそらく高校生になる前だったと思いますけどね、そういう言葉を言うっていうのは。大学生になってからそういうこと言わなくなったと思いますけどもね。まあともかくもうそういうその世間というものの中で自分、私自身が、まあ、がんじがらめになって嫌な思いをした覚えがありますので、特にこの世間体という言葉については抵抗を覚えるわけですね。まあこれは一種のまあ私の個人的な反発かもしれませんね。でそのなんて言いますか、世間というものだけど逆なんですね。親がね子供子育てしていくときに大切なのは逆なんですね。その逆ということはどういうことか言ったら、子供がね逆に世間というものを気にし始めたら逆に親がそれを守らなきゃいけないんですよね。世間が何だと、世間が悪いと私はあなたは守りますからねと。そしてあなたは好きなことをしなさいと。そして子供のね人生、子供がね自分の人生を歩むことについて背中を叩いてあげる、押し出してあげる、それが親の役目じゃないでしょうかね。私も幼稚園の先生になると言ったときに、私の母は電話口の向こうでおいおい泣き崩れてしまいましたからね。ひろちゃん、道誤ったって言って、幼稚園の先生になることをね、当時の人たちは道を誤ったって言うんですね。そういうふうに考えるのが常識的だったですね、当時の世相から考えて。別に母を責めてるわけじゃなくて、みんなそうでしたからね。代わりも変人、頭が変になった、本当にそうでしょうかね。金金金でね、会計士と弁護士に囲まれて、そして金金金の事務所でね、パソコン叩いてる人が本当に正常と言えるんでしょうかね。まあ言うとノーで言うと怒る人出てくるかもしれませんけども、そんな生活の方がむしろ狂ってるんじゃないでしょうか。私はそう思いますよ。むしろおかしいんじゃないかと思いますね。まあその世間という尺度で見ると、私のような人間はフリーターであり、外れ者であり、なんて言いますか、無頼でありね、風来坊ってことなんでしょうかね。フリーダーですからね。そしてああいう大会社で事務をしている人はね、まともな仕事をしているとなるわけですね。しかしそれとて私は江戸時代の封建時代の亡霊の一つではないのかなと思います。皆さんはどのようにお考えでしょうか。